こんにちは、たまたまこです。 FF9 続きやっていきます。前回ブルメシアに到着しました。すごいね、だいぶ死傷者が出てそうな感じを前回見たんですけど、今ちょうど王宮の手前まで来てて、おそらくここを進んでいくと黒の魔導士軍団との対決が始まるんじゃないかなと思うので、早速行ってみましょう。で、ジタンたちはここにターマッコたちが来てると思ってるんだよね。でもターマッコたちは南ゲートからアレクサンドリア城に向かってるから、ここはまあ入れ違いになっちゃうっていうことなんだけど、そこの辺どうなるんだろうね。ここもやられている。フライヤー、この様子じゃブルメシア王の命はきっと。フライヤー、フライヤー今膝から崩れ落ちちゃったもんね。フライヤーには悪いが、ターマッコのことが気になる。いや、ターマッコのことも気になるけど、そっとしておこうか、ここは。うん、リリ、ちょっとあっちへ行こうか。誰かおる。あ、フライヤー、すごっ。王宮の中に人の気配がする。お主らも早く登ってくるのじゃ。あ、そうだね、フライヤーってジャンプ力めちゃめちゃあるもんね。そっかそっか、登れって言ったって俺たちはフライヤーほど簡単に登れやしないぜ。まあでもこれはついていくんだな。ここから登ってみるか。ちょっとずつだな。おい、お前も登ってこいよ。うん、悔いな、これ。かわいい。やっぱりダメか。いいや、どっかから隙間を見つけて入ってこいよ。きっと王宮の中には食べ物がいっぱいあるに違いない。あるね、必ず後から行くあるね。あ、別行動になっちゃってるけど大丈夫？なるべくみんなと一緒にいたいんだけど。あ、いる。てか隣の人誰だ？あれ？隣のやつ、あいつか？なんだっけ？ベアトリックス将軍？だっけ？あれは？めっちゃ来てんじゃん。いや、なんか発光してる気がする。やはりな。おい、どういうことだ？私がブルメシアに戻ったのは、ブラネがブルメシアを狙っているという噂を聞いたからなのじゃ。あの左に立ってるやつはアレクサンドリアの女将軍ベアトリックスだな。あ、女将軍って、そっかそっか、ベアトリックス将軍のことを言ってたのか。あやつがベアトリックスか。泣く子も黙る冷血女と聞いたが、見るのは初めてじゃ。ベアトリックスか。冷血なんだ。お、ベアトリックス？そうだ、ベアトリックスだ。他にも世界には私よりも強き者がたくさんいると聞く。これ右フライヤーだよね。左誰？中でもベアトリックスの剣技はアレクサンドリアは愚か、大陸で一番だと聞いた。フラットレイ様って言ってた。あ、これがフラットレイ様なんだ。フラットレイ様はどうしても私を置いて旅立つと言われるのですね。ああ、そうだ。分かってくれ、フライヤー。今は平穏なブルメシアだが、他国は確実に力をつけ始めている。私の槍一本でどこまでブルメシアを守れるものか。その前に世界を回り、強者と会っておきたいのだ。フラットレイ様、私は一人で生きてゆける自信がない。フライヤー、お前なら大丈夫だ。自分の力を信じるんだ。そして自分の運命を信じるんだ。私は世界を一回りすれば必ずブルメシアに戻ってくる。その言葉を信じてもいいのでしょうね。ああ、もちろんだ。しかしフラットレイ様、あなたは戻ってこなかった。ああ、そっか。フラットレイ様は恋人なんだよね。
で、このフラットレイ様を探して2、3年ぐらい探し回ってるっていうことなんだよね。はー、どこかの地で果てたという噂だけを残して。信じられなかった、信じられなかったのじゃ。フラットレイ様の最後をこの目で、この耳で確かめるまでは信じてはならぬと思ったのじゃ。だから私もこうして下界へと身を投じたのじゃ。あ、そうだったんだ。あ、今のは別にジタンに話したわけではなく、心の中で思ってたのかな。どうしたフライヤー。あ、っていうかこのなんか猫耳みたいな像、後ろに3体いるけど、みんなベル持ってるね。そうだね、このベル結構鍵だったもんね。いや、なんでもない。ただ少し昔のことを思い出しただけじゃ。あー、そっか、フラットレイ様は、ベアトリクス将軍に憧れてというか、一目見たくて出て行ってしまったんだね。まだ忘れられないんだな。誰か来たぞ。お、誰だ。お、誰だ。謎の男。素晴らしい雨じゃないですか。まるで、そう、まるで我々の勝利を祝福してくれているかのような。おう、クジャよ、お前のくれた黒魔導士たちのおかげでブルメシアはすでに征服したも同然じゃ。だが肝心のブルメシア王の姿が見当たらんのじゃ。ブルメシア王を仕留めなければ、しつこいネズミたちはまた勢力を盛り返すであろう。どうなっておるのじゃ、ベアトリックス将軍。ゾーンとソーンにはブルメシア中をくまなく探させております。私も直ちに捜査に参加してまいります。無駄なんじゃないかな。え、知ってるかい、ネズミってのは地震が起きると集団で引っ越しを始めるんだ。今度は砂のお家にお引っ越しさ。え、文字通り尻尾を巻いて逃げていったよ。王様も一緒にね。クジャ、砂、まさかクレイラではあるまいな。クレイラ、場所かな、国かな。クレイラだとしたら厄介なことになるぞ。クレイラですか。あの砂嵐の中にさえ入れれば私の舞台で攻め上がれるのですか。あ、砂嵐あったね、確かに、ブルメシアの近くに。クレイラに逃げ込まれたらもうどうにもならんわ。行くじゃよ、またお前の力でなんとかならんのか。お任せくださいませ、陛下にご満足いただける賞をこのクジャメがお届けします。すごい格好してるな、クジャ。将軍にお願いがあるんだけど、兵士たちをクレイラの方へ集めておいてくれないかい。きっとドブネズミたちは必死の抵抗するだろうし、クロマ同士だけじゃ心もとないからね。はあ、あんなこと言ってるぜ。うむ、大体あの気色の悪いやつは何者じゃ。さあ、見たことのないやつだな。それよりクレイラっていうのは幻の都と言われてる、あのクレイラのことだよな。そうじゃ、下界との接触を絶ってもう100年は経つ国じゃ、鎖国してるんだ。クレイラに逃げ延びたということはしばらくの間は安全ということじゃの。あ、王様はそうだね。一体どういう国なんだ、そのクレイラって国は。よ、クレイラの民は我々ブルメシアの民と同じ血が流れる者たちが住むところじゃ。あ、同胞ってことか。じゃが、遠い昔にほんの些細なことでブルメシアとはたもとを分かったのじゃ。今は砂嵐に包まれた町で静かに暮らしていると聞くが。お、誰か来た。あ、え、おい、フライヤー、また誰か来たぜ。あれ、これは、え、え、あ、戦いになってるのか。お前たち、これ以上ブルメシアを荒らさせはしないぞ。兵士だね。私をベアトリックスと知って挑むのですか。ベアトリックス。その勇気だけは認めましょう。ですが私は容赦いたしませんよ。
よし、助太刀いたすぞ。待て、ベアトリクス。お前らの相手はわしらじゃ。ここは私らに任せて、お主は早く王をお守りするのじゃ。すみません、フライヤーさん、お願いします。いや、いい勇気だった私も甘く見られたものだ。百人斬りの異名を持つ私にとって、お前たちなど虫けらに等しいわ。うわー、強いのかな。いや、強そうだよね。ビビ人形と戦うんだと思ってたけど、そっか、ベアトリックス様と戦うんだね。いや、強そう。仲間に入ってほしい盗ませていただきます。あ、回復してきてよかった。チェインプレート、強そう。強そう。強いですね。ブリザードをお見舞いしましょうか。とジャンプして、なんかできるか。いや、戦おう。ジタンはどんどん盗んでもらおうか。あ、いいよいいよ。フェニックスのあと1個ぐらい持ってんじゃないか。で、ビビか。あ、結構効いたね。いいよいいよ。何ですか、ショック。怖いって。フライヤーさん死んじゃうのはちょっとやばい。ハイポーション使っちゃいま、あ、ビビに使っちゃったし、食った。何やってんのよ。ビビに攻撃してくれ。せっかくハイポーション使うのであれば。やっちまったよ。そっか、まだ生き返ってなかったから使えなかったのか、フライヤーに。いやー、ビビ一個も食らってないのに使っちゃったよ、もったいない。あ、ジタンナイスだ。そう、女の子を守るのが、そう、おジタンで、ジタンは盗んでもらうと。え、これ一発で死ぬ可能性があるってこと。あんまこまめに回復しない方がいいかもしれないね。出た、ショック。はい、ビビ死んじゃった。フェニックスの腕生き返らせる。いや、でも結構強いからな、こっちはこっちで。ちょっと、盗賊刀に秘められた力を引き出す。これなんだろう。これやってみるか。はい、秘められた力、新しい武器にしたんだけど、初めて使う。闘魂なんて書いてあった。ガードされたガードされたわー。よーし、あ、まだ大丈夫だね、生きてるね。あ、でもクイナ死んじゃいそうかな。クイナちょっと回復しとこうか。そろそろ食べるとか使ってみてもいいんじゃない。食べられるかどうかもわかんないしね。見破るもやりたいところだけど。あ、食べられそうにない。この人からは何も盗めないってことだ。あ、盗むっていうか技を盗めないってことだ。あとどのくらいなんだろう、体力。とりあえずビビ起こすか。あ、待って、ショック来る。やめてくださいよ、そういうことするの怖いです。とりあえずみんな起こそう。ジタンも死んじゃうって。いや、ギリギリの戦いですねこれは。ちょっとジタンにはハイポーション使おう。ん？なんだ？あ？私に刃を向けるなど千年早いストックブレイク。え、これやばいんじゃない？え？全体攻撃？己の浅はかさを食いるのです。え？あ、え？やられちゃったんだけど。まだまだ戦えたのに。ふっ、虫けらどもが。はあ、怖い。私の闘志を満足させてくれるやつはこの国にもいないのか。ベアトリックス、もう良いか。クレイラ進行の準備をするぞ。はっ、かしこまりました。いや、強いんだな、ベアトリックス。そうだよね。この大陸で一番強いって言ってたもんね。さて、ドブネズミは置いといて。問題はこっちの少年だな。あ、
ビリのこと？え、何？え、っていうか負けイベだったってことだよね、これ。あ、みんな。え、誰だ？あ、これクジャ？あ、ビビ。え、なになに？ライブ始まった？え、お、こいつクジャか？え、なんだお前、謎の男って言ってたけど、なんか女性的だな、クジャ。ドンドンチャ。あ、こいつ強いやつじゃない？え、待って待って待って、何そいつ、え、怖い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 、え、魔獣を手なずけている、召喚獣かそれ、何あいつ、クジャかっこいいやつだったな。気味が悪い男って言ってたけど、あれからどうなっちゃうんだろう。でも別に殺されずには済んだってことだよね。で、なんかビビのことを見てたけど、別にビビを誘拐するとかもなく、そのまま立ち去ってったね。で、こっちは、あれかな？ターマッコと、ライトイヤーかな？それにしても、物騒になってきたね。ああ、ブルメシアだろ？とんがり帽子の軍団っていう見たこともない奴らにやられたらしいじゃねえか。たく、手柄を立てるチャンスなのに俺はこんなところで。そうかい？僕は戦争は嫌だな。誰が好き好んで。そういえばあの時の、ずった袋下げたおじさん。今思えばやっぱり怪しかったよね。そんなことはないんじゃないか？あれ？君は疑ってたと思ってたけど。俺はいつもあんな態度なんだよ。知ってるだろ？言っとくけど、ピクルス好きに悪い奴はいない。普通のピクルスなら俺も大好きなんだ。唯一食えないあの臭いピクルスをあんなに食えるなんて、俺はあのおっさんが羨ましかったよ。君って誤解されやすい人なんだね。うん、この人のおかげで、なんかカードキーみたいなやつももらえたんだもんね。そうなんだよ。おかげで気がつきゃこんなところで警備してるってわけさ。っていう会話が繰り広げられ、あの二人は、あ、車掌の話ではもうじき山頂の駅に着くそうです。姫さん。ターマッコ殿、お眠りになっておられるのか。いやー、まあ大変だったもんね、ここまでも。姫様はブラネ様に関する話を認めておられる。しかしブラネ様が戦争をなさるはずがない。従って姫様の思い過ごしであろう。城に戻られブラネ様と話されれば解ける誤解である。いやいや、自分の任務は姫様を無事城にお連れすること、そのことだけを考えておればよいのだ。いやー、ライトイヤーはほんとブラネ様のこと信じきってるよね。山頂の駅、山頂の駅着いたのね。いやー、ゆっくり眠れたか、ターマッコ。どうもありがとうございました。それじゃ気をつけてな。とは言ってもまだアレクサンドリア方面の鉄馬車が到着するまで時間があるがな。いつ頃到着しますか？こっちのが防電駅に戻るのと同時だから、ま、要するにここまで乗ってたのと同じぐらいの時間待っとけってことだな。その先に休憩所があるからゆっくりしておくといいよ。わかりました。どうしたの、ライトイヤー。姫様。だからそれはやめなさいって。アレクサンドリア領であります。とうとうここまで帰ってきたのであります。え、ん、え、どうした。いや、そうだよね。アレクサンドリア領ではあるんだよね。帰ってきたんだ。いや、ちょっとだけだったけど長く感じたんじゃない。でも、お城が見えたわけじゃないのね。
それは姫様におかれましては、アレクサンドリアといえば城のことかもしれませんが。あ、今世間知らずと思って馬鹿にしたでしょう。そのようなことは。まあいいわ、それじゃあ行きましょう。敬礼しちゃったよ、するなって言ってんのに。お、山頂の駅へようこそ。鉄馬車の仕組みはご存知かな。いや、知らん。知らないとは困ったものだ。この鉄馬車、正式名称ベルクメアは創業8年、リンドブルムとアレクサンドリアの友好の架け橋として作られたもの。あ、そうなんだ。今乗ってきたやつだよね。リンドブルムの発明した切り機関によって稼働し、2台の鉄馬車が引き合う形でつながっており、片方が山頂にあるときに片方が麓にあるという重力エネルギーの有効な活用を可能とするロープウェイみたいなもんかな。独自の設計になっているのである。なるほどなるほど、ありがとうありがとう。休憩所で待たれよって言われたけど、あ、これはリンドブルム方向に戻る。こっちも行けるね。あれ、あ、間違えた。あ、ちょ、待ってよ、休憩所入ってきちゃった。マリーと話したかったんだけどな。ここが休憩所ね。アレクサンドリア方面の鉄馬車を待つ間、ここで情報収集でありますな。はあ、ちょっと待ってね、マリーに先話しかけたいので。あ、でもあっち側行けないぞ。ぐるっと回る必要があるのかな。休憩所、フェニックスの手に入れて、アレクサンドリア方面行きの方はもうしばらくお待ちくださいませ。今の音は？リンドブルム方面への鉄馬車が出発したようですね。乗り遅れたズラ。あれ？ズラ？シナカ？ん？どこかで聞いたことのあるような声。え、シナいるっぽいな。でもちょっとこっちの人先に話しかけようか。国境を越えればそこはもう新しい世界。アイテムも揃えていきな。あ、あ！買う。装備も整えましたね。で、モグリちゃん？あ、ナズナってモグネットであったよね。うん、お手紙あったしましょう。グリモからナズナへの手紙。バイトのマリーちゃんの片思いを見ているととても胸が苦しくなってくるクポ。マリーちゃん。え、あのマリーだよね。ナズナは恋をしたことがあるクポ？グリモはまだ恋をしたことがないクポ。恋するマリーちゃんを見ているだけでこんなに苦しいのなら、自分が恋をするとどれだけ苦しいのだろうクポ。あー、なんか恋話してるね。あたいは絶対恋なんかしないクポ。恋なんかしたって。え、あ、まあそんぐらいか。あ、モチョスに手紙ね。オッケー。で、地図を見て今後の予定を検討中であります。ありがとね。ゲートってのは本来鉄馬車だけではなくて飛空艇のゲートの役目もあるもんなんだけど、今そのゲートが閉じてこの上は通れなくなっちまってるがな。はい。こんな山奥で鉄馬車整備たろくでもない仕事を選んじまったもんだぜ。暇なんだね。お、やあ、いらっしゃい、何のご用？ここの名物は？そりゃなんといってもまん丸カステラさ。南ゲートのまん丸カステラ、輪っかに切れば太陽の笑顔、二つに切れば虹の架け橋。世界の架け橋南ゲートの味の架け橋まん丸カステラ。 CM かな。儲かってる？あー、はい、まあまあ普通の話でしたね、二人は。カードゲームもできるけど、マリーに話しかけようと思ったらやっぱりいた。シナとマーカス。乗り遅れてしまったズラ、どうするズラ。そんなこと言われても知らないっすよ。シナさんが景色眺めながら南ゲート名物まん丸カステラ食べたいなんて言うからっす。あー、今ねちょうど言ってたね、まん丸カステラについて。リンドブルムに戻るのが遅れてしまうズラ。仕方ないっす、ボスには内緒にしとくっす。ボスは一緒じゃないの？おお、ありがたいズラ。そうと決まればもう一個まん丸カステラ食べるズラ。やれやれっす。
まんまるカステラが有名らしいです、この南ゲートでは。で、バイトのマリー、ここが一番落ち着くんです。休憩所はどうしても男の人が多くて、できればあのままあの人のそばにいたかったけど、仕事もあるし。あー、恋してるって言ってたもんね。前回あの声かけてた男の人のことかな。じゃあ、なんか話してるぞ、シナが。おのれ悪党。あ、そっか、顔見知りだもんね。証拠にもなく、まだ姫様の誘拐を企てるか。誰すら、このブリキのおもちゃみたいなのは。えい、忘れたとは言わせぬぞ。忘れたっすか、ブルート隊の隊長っす。ああ、思い出したズラ。あの芝居の下手な騎士ズラ。ぐぐぐ、口の聞き方すら知らぬとは。え、タマッコ、なんか喋ってよ。あなた、確かマーカスよね。こんなところで何をしているの？お姫様じゃないっすか。何をしてるってそっちは、それはこっちのセリフっす。確かに。こんりゃ、たまげたズラ。お姫様がこんなところにいるズラ。俺たちは魔の森を抜け出した後。姫様、このようなゴロツキと話してはなりませぬぞ。ああ、終わっちゃった。うん。え、教えてくれないの？教えてくれない。いや、気になるわ。どうしてたの？オイラたちはあの後魔の森を抜けて。ちょっと過干渉だな、ライトイヤーは。教えてほしいのに。で、ライトイヤーは？姫様、このような、もう分かった分かった、ライトイヤー、いい加減にしなさい。なんと、私は再会した知人と話もさせてもらえないのかしら。知人などと、そのような。アデルバート・ライトイヤー。お、はっ。怒られてるズラ、騎士の名がなくっす。あ、来たのかな。アレクサンドリアへ方面行き、ただいま到着いたしました。あっという間だったね。どうやら到着したみたいズラ。シナさんはリンドブルム方面行きっす。確かに。そんなことは分かってるズラ。でもマーカスはアレクサンドリア方面ズラ。え、別々なの？そうっす、トレノに行くっすから。だから見送りに行ってやるズラ。あ、え、な、二人はなんで別々に行くの？マーカスもトレノに行くのね。ライトイヤ、私たちも行きましょう。ライトイヤ、もしかして怒ったこと気にしてる？いえ、そのようなことはもちろんお供させていただくのであります。いやー、かわいいな、ライトイヤ。あ、いるね、シナたちも。シナ、それでは気をつけて行ってこいズラ。わかったっす、必ず兄貴を助けてくるっす。あ、ブランクを助けるためにトレノに行くの？え、でもその方法は見つかったのかな。ブランクだけの石化を解除するっていう、まあ、金の針があればいいと思うんだけどね。兄貴？あ、兄貴っていう言葉を初めて聞いたのか。ねえ、マーカスは何のためにトレノに？お姫様もトレノに行くズラ？マーカスはトレノで一仕事あるズラ。一仕事って？アレクサンドリア行き、出発しますよ。お姫様も早く乗った方がいいズラ。あー、教えてはくれないんだ。姫様、ひとまず乗り込みましょう。はい。はい、じゃあ、お願いします。あ、マリーもいるね。マーカス、結構狭いんだね、船内は。それでは出発いたします。座れよ。ねえ、どうしてマーカスはトレノに？兄貴を助けるためっす。兄貴って？俺が兄貴って呼ぶのはブランクの兄貴だけっす。石になった兄貴を助けるため、俺たちはあちこち情報を集めたっす。そしてトレノに白金の針というどんな石化も直すアイテムがあることを知ったっす。あ、
いや、ナイスマーカス。誰もさ、ブランクのこと気にしてないようだったから安心したよ。それじゃあシナはどうして？シナさんはその情報をタンタラスのアジトに伝えるためリンドブルムに向かったっす。そうだったの。いやー、ほんとブランクのおかげで今命があるからね、ターマッコも。それじゃあ今度は俺が聞く番っす。何？ジタンさんはどうしたっす？確かに、そっか、そうだよな。いつの間にか別行動になってるけど、タンタラスなんだもんな、ジタンは。リンドブルムで別れたわ。ずいぶんあっさりしたもんすね。用が済んだらはいさよならっすか？うお、よく言うね、マーカス。そんな言い方はないでしょ。ジタンやみんなが私のこと子供扱いするから。知らないわ、あんな人。そっすか。それじゃ俺も何も知らないっす。あー、いやー、そうね、なんかちょっと喧嘩別れみたいになっちゃったもんね。睡眠薬飲ませてその間に別れてきちゃったしね。ねえマーカス、その私にも手伝わせてもらえないかしら。あ、何をすか？私にも責任があったわけだし、その白金の針を手に入れるのを。そんなの必要ないっすよ、俺たちだけで十分っす。でも人数は多い方が。おっと、何事であるか。故障かもしれません。見てきますのでしばらくお待ちください。っていうか、ライトイヤー、あんなになんかそんなものと話すなみたいに怒ってたけど許容してくれてるね。怒られたからか、ターマッコに。お化けです。とんがり帽子のお化けが線路に飛び出してきて。とんがり帽子来た。一体どうしたっすか？あ、マーカスも一緒に来てくれる、ありがとう。え、待って、え、黒のワルツ3号じゃないこれ。え、てっきりビビ人形だと思ったけど。何があったっすか？うわ、やっぱり生きてたんだ。やっぱりクロノワルツ3号だ。ヒギニムガッタンガーネット姫生かして。あれは確かカーゴシップで現れた。おのれ化け物、今度こそ剣のサビにしてくれるわ。待って、ライトイヤー。ねえ、あなたに聞きたいことがあるの。一体何のために私を？姫様、危険です、お下がりください。ヒギニムダッカンガーネット姫生かして。もう無駄っす、何を言っても通じないっす。そんな。あー、近づいてきてる。邪魔するものは消去。うわー、戦いかー。いやー、ターマッコとライトイヤーでの戦闘久しぶりだな。勝てるかな。まあ、マーカスもいるからちょっと安心だけど。あ、HP 少ないもんね、ファイヤー。ああ、結構強いな。召喚とかしちゃう？いや、できないわ、 MP がない。白魔法、あ、ライブラしてみようか、黒のワルツ3号で、剣技。砂漠剣って何？あ、なるほどね。あ、じゃあ、何？あ、ガードされた今、もしかして。普通に攻撃するしかない。あ、盗もう。盗んで誰の懐に入るのか分かんないけど。ん？またファイヤーか。マーカス死んじゃう。ちょっと待ってくださいね、ケアルをしますね、マーカスに。氷の杖、違う、炎の杖。やば、嬉しい。あ、いいね。あ、結構回復する、ケアル最高。もうこれはどんどん盗んで、マーカスが盗んで、ライトイヤーが攻撃して、ターマッコが回復する、これだな。あ、ライトイヤーのシェルが、あ、倒したか。ナイス、よっしゃー。テレレッテレーン、おっしゃー。あ、でもこのボス戦で経験値もらえないの謎なんだよな。なぜ？どうして？
一体何のためにあんな姿になってまで。姫様。ブルメシアが黒魔導士兵に襲われたそうっす。知ってる。さっきの敵と同じような黒魔導士兵たちにブルメシアの人々は。てんてんてん。一体誰がそのような真似を。いやーもうブラネ女王なのよ。本気でそんなこと言ってるっすか。どういう意味であるか。ライトイヤーやめて。わかってるから。もうわかってるから。姫様？ライトイヤーずっとすっとぼけてんな。もうすぐアレクサンドリア。城に向かって、そしてお母様にお会いして。きっと、わかっていただけるわ。いやーもう滞在人の娘ってことだもんな。はぁ。そろそろ到着かしら。なんか急に和やかになったな。気づいてたんすね。アレクサンドリアがブルメシアに侵攻したこと。当たり前でしょ。ライトイヤーとは違うわ。なんだかちょっと変わったっすね。私？言葉遣いのこと？いろいろっす。そうね、いろいろあったから。あ、そうだ。そういえばなんすか。変わったといえば、もう戦闘だって慣れたし、足手まといにはならないわよ。何のことっす？ブランクを助けなきゃ。トレノで白金の針を探すんでしょ。仕方がないっすね。ダメって言ってもついてきそうっすし。じゃあ決まりね。トレノまで一緒に行きましょ。トレノってどんなところなのかしら。和やか、旅行気分。やっぱり、あんまり変わってないかもしれないっす。いや今ね、母親の手でたくさんの人々の命が失われているけどね、結構楽観的だよね、ターマッコも。そう思うと。それではお気をつけて。その先で道が二手に分かれて、右がトレノ方面、左がダリ方面。あ、ダリにも行けるんだ。そうだよね、取れてない宝箱あったもんね。はーい。あ、じゃあちょっと先にダリ行きたいかも。新しい場所行くより。あ、アイテム屋ベガ出た。マリーのお店だ。あ、いるいる、マリー、いらっしゃいませ。あ、武器は売ってないんだね。なるほど、ありがとね。あ、ここなんだね、ベガの本店は。あ、ちょっと待って、掲示板みたいなのあったな。これこれ。あ、現在地アレクサンドリア駅。あー、で、左がダリで、右がトレノ。なるほど、ここで分かれ道なのか。ん？あ、ダリ村方面、農作物荒らすべからず。なるほど。夜間の旅にはご注意を。いかなる天下の、ん？我らの友情を隔てることなどできはしない。ん？ああ、鉄馬車ベルクメ。うん、あの鉄馬車がリンドブルムとアレクサンドリアの交友開始20年を記念したものなんだね。はい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 、平和の象徴ですね、こういうのは。で、ダリ村に来たわけだけど、入れるのか。この先はダリの村だ。トレノは反対のもんだぜ。いやでも入らせてよ。え、ちょっと待って。なんだよ、あんたここを通りたいのか。え、通りたい通りたい。ゲートパスはあるな。わかった、今開けるよ。あ、ありがとう。あ、ゲートパス持ってたんだ。ダリのところでも使えるやつ。もう閉めたいから早く行ってくれ。オッケー、ちょっと取れるものはないかな、もう。あ、じゃあちょっとダリの村行こう。え、あ、なるほど、ダリの村って言っても直結してるわけじゃないか。確かにそうだった。あ、じゃあちょっとダリの村まで行っちゃいましょうか。っていうか、マーカスが仲間になってる。ダリの村にやってきました。よし、久しぶりだね、ちょっと。うん、じゃあちょっと今日はここまでにしましょうか。あ、宿屋のおっちゃんいないな。はいはい、では今日はこの辺で終わりにしましょう。また続きよろしくお願いします。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントなどしていただけると嬉しいです。ではでは。
タマ、タマコでした。バイバイ。